ウィリアム・ブライは、イギリス海軍の士官。海軍中将、王立協会会員、植民地管理者。有名な、バウンティ号の反乱の際、バウンティ号を率いていた人物として知られている。反乱は、彼の指揮に対して起こされた。彼をはじめとする19名は反乱者によって、バウンティ号の搭載艇に乗せられ、会場に送り出されたが、非凡な航海術によって、 ティモール島までたどり着いたことで記憶されている。バウンティの反乱からかなりの後、彼はオーストラリアのニューサウスウェールズの軍隊における不正なラム酒取引を正す命を受け、ニューサウスウェールズの総督に任命された。これはジョージ・ジョンストン少佐がジョン・マッカーサーと共謀して起こしたラム酒の反乱のきっかけとなった。コーンウォールのボドミンの近く、セント・トゥデーで コーンウォール人の両親、フランシス・ブライト、妻ジェームの子として生まれた。1761年、7歳の時に、市内に居住したまま、イギリス海軍と契約した。それは、士官候補生から士官への昇進に必要な勤務期間を手っ取り早く稼がせるために、当時よく行われていたことであった。1770年、16歳で、軍艦、ハンターに乗り組んだ。 市官候補生の空席がなかったため、最初の資格は上級水平であったが、翌七百七十一年の初めには市官候補生となった。同年九月に軍艦クレセントに移り、以後三年の間同艦で勤務した。千七百七十六年、キャプテンクックにより、軍艦レゾリューションの航海長に選ばれ、クックの三回目の、そして最後の太平洋への航海に、 同年7月から同行した。クックの死後、1780年の末に、イギリスに帰還し、クック最後の航海の詳細を伝えた。1781年2月4日、26歳の時に、関税徴収任の娘エリザベス・ベサムと結婚した。結婚式は、満島のオンチャンで行われたが、その数日後に、軍艦、ベルポールの航海長に任命された。 そして同年8月には、ハイド・パーカー・テ督トの下でドッカー・バンク海戦に、会議として参加した。それに続く18ヶ月の間、彼はいろいろな艦で勤務した。1782年には、リチャード・ハウ・卿の下で、ジブラルタルで戦った。アメリカ独立戦争が終結した1783年から1787年に、かけて、商船の船長を務めた。 1787年に会議の階級のままで海軍所属の武装船バウンティの指揮官に選ばれた。ウィリアム・ブライの海軍での経歴は多くの職務と多くの任務から構成されている。彼が最初に受けた名を挙げたのはキャプテン・クックの軍艦レゾリューションの航海長として出会った。ブライはクックの最後の航海を完了させたことで賞賛を受けた。 彼の経歴の概要は以下の通りである。1787年に、ブライは王立芸術協会の特別な要請により武装戦、バウンティを指揮することになった。彼はまず、多チ島に赴いてパンの木を採取し、その後カリブ海に向かうことになっていた。そこではパンの木が奴隷のための食用果実として適しているかどうかを実験することになっていた。しかし、 タヒチを出発した直後に起きた反乱のため、バウンティがカリブ海に到着することはなかった。タヒチへの航海は困難を極めた。バウンティは、好転で、いホーン岬を回るのに1ヶ月を費やした後、最終的にそれを断念し、希望本経由の長い道のりをたどらざるを得なかった。その遅れは、タヒチについてからさらに大きな遅れを招いた。 パンの木が運搬できるほど十分に熟するまでにさらに5ヶ月待たなければならなかったのである。バウンティは1789年4月になってようやくタヒチを出版した。バウンティはカッターと同等の船とみなされていたため正規の士官は部来のみであり、他はわずかな乗組員しかおらず、停泊中に敵対的な住民から艦を守ったり、艦内の保安を担当する。 海兵隊も乗っていなかった。睡眠時間をより長く、連続して取るために、ブライは乗組員を二直でなく三時間に分け、彼の代理として航海士のフレッチャークリスチャンを据えて、時間の一つを任せた。判断は、キロの1789年4月28日、クリスチャンに引きられた第三時間の乗組員によって、起こされた。 彼らはクリスチャンの夜間到着の時に牡器を持って放棄すると、ブライを脅して船室に閉じ込めた。反乱者の方が少数であったにもかかわらず、他の乗組員らは誰も積極的な抵抗を示さなかった。ブライは捕獲され、船は流血なしで乗っ取られてしまった。反乱者たちは、ブライと最後まで反乱に組みしなかった18名をわずか23フィートの 長さしかない関西艇に乗せ、最も近い港に行き着くまでのに、3日分の食料と水、それに4本の残込み刀と6分儀と海中時計だけを与えて海に流した。海図とコンパスは渡されなかった。関西艇の還元は、ほんの数インチだけであった。関西艇には、部来に忠実な乗員をすべて収容することができなかったので、反乱者たちは、 有用な技術を持っている者4名をバウンティ艦内に残した。彼らはタヒチに着いた後で解放された。ブライラが捨てられた位置からはタヒチは風上であり、またそこは明らかに反逆者の目的地であったと叫ぶのを聞いていた。ヨーロッパの影響の及んでいる範囲ではティモールが最も近かった。ブライラはまず必需品を確保するためにトフア島に向かったが、そこで彼らは 敵対的な原住民から攻撃を受け、乗組員1名が殺された。彼らには身を守る武器がなく、また他の島でも襲撃されることが予測されたため、トフア島から逃げた後は、近くの島々に立ち寄る冒険を行うことはなかった。ぐらいは、自らの航海術をキャプテンクックのもとで磨いており、絶対の自信を持っていた。彼の最優先の義務は、 生き延びて反逆者を追跡できるイギリスの船にできるだけ早く反乱の知らせを伝えることだった。そして彼はティモールへの一見不可能な3618回りの航海を完遂した。ブライは驚嘆すべき航海術によってこの47日間の航海を行い、トフアで殺害された一人の他に犠牲者を出すことなくティモールに到着した。皮肉なことに この試練を生き残った男の何人かは、薬病の蔓延する、オランダ領東インドのバタビア港で、イギリスへの輸送を待っている間に病気で命を落とした。今日に至るまで、判断の原因は議論の対象となっている。あるものは、ブライが恐ろしい暴君であり、その虐待が乗組員の一部に、ブライから船を奪うしかないと決意させたと考えている。また、原因は、 乗組員の方にあると考える者もいる。未熟で海の厳しさに不慣れな者たちが他地の島で自由と性的な協力を味わった後、ジャックタールと呼ばれる水兵の厳しい生活に戻ることを拒否したというのである。判断者たちは性格の弱いフレッチャー・クリスチャンによって指導され、部来の厳しい叱責から逃れるだけでも満足だった。この論者は、 反乱者たちが船を奪ったのは、他地での快楽に満ちた快適な生活に戻るためであったと考えている。バウンティの公開日誌は、ブライが懲罰には控えめであったことを示している。他の艦長が鞭打ちを行ったであろうケースでは、失跡処分とし、公主刑に処したであろうケースでは、鞭打ちで済ませていた。彼は、教育を受けた人間であり、科学に深い興味を持っていた。 そして適切な節制と衛生とが乗組員の福祉のために必要であると確信していた。彼は乗組員の運動に大きな関心を払い、食物の質に注意し、バウンティを清潔に保つことに不信していた。この一面では卓越した海軍士官の欠点について JC ビーグルホールはこう書いている。自分にできることについては独断的な判断を下した。 彼は自分自身のことを知らなすぎた。うぬぼれは彼の生涯を通じての欠点だった。自分が侮辱している相手が友人になってくれることはないということに気づいていなかった。大衆小説はしばしば、部イを軍艦、パンドラの艦長エドワード・エドワーズと混同する。エドワーズは海軍の命を受けて反逆者を見つけ、軍法会議の場に引き出すために、 南太平洋にやってきた。エドワーズは、どの点から見ても容赦ない冷酷な男であった。彼が捕らえた14名は、後部甲板に置かれた18フィート11フィート5フィート8インチの木製の檻に拘束されて閉じ込められた。パンドラがグレートバリアリーフで座礁した時、囚人のうちの4名と乗組員31名が亡くなった。檻が沈みゆく船から放り出される前に、 ハンドラの小藩主、ウィリアム・モルターがその鍵を開けなければ、囚人は全員死んでいただろう。1790年10月、ブライはバウンティ喪失に関する軍法会議で無罪となり、名誉を回復した。その後まもなく、軍艦マウンティの反乱の物語が出版された。生き残った10人の囚人のうち4人は、反逆者でなく、単にブライらを乗せた。 当裁定のスペースが不足したために、バウンティに残ったのだという部来の証言によって、無罪となった。二人は、反乱に加わってはいなかったものの消極的で、反乱に抵抗しなかったという理由で有罪となったが、その後、国王の恩赦を受けた。一人は、有罪判決を受けたが、特殊な事情で執行を免れた。残りの三人は、有罪となって、公主刑に処せられた。 1791年から1793年にかけて彼は軍艦プロビデンスのマスターコマンダーとして軍艦アシスタンスと共に再びタヒチから西インド諸島までパンの木を輸送する命令を受けた。この輸送は成功しパンの木の実は今日でも西インド諸島の一般的な食物となっている。この航海の間にブライは ジャマイカの果物アキーのサンプルも収集し、帰国後それを王立協会に提出した。アキーの学名、ブレクアサピバは、ブライに、懸命されたものである。1797年、水兵たちが、劣悪な待遇と強制的な徴用に対して、スピットヘッドで反乱を起こした時には、ブライも、艦長の一人であった。スピットヘッドでの彼らの要求のいくらかは認められたが、 海軍での生活に関する議論は一般水兵の間で続けられた。反乱はノア病地でも発生したが政治的な要求を打ち出したため結局目的を達成できなかった。ブライの艦はその時ノアにあり、反乱者によって艦から退去させられるなど直接的に関わることになった。ブライの艦ディレクターは反乱者から指揮権を奪還することに成功し、 一人の処刑者も出さずに済んだ。これらの反逆行為が、広範囲のかなりの数の感染で囁かれていたにも、かかわらず、ブライの特定のいかなる行動にも、起因していなかったということは明記しておかなければ、ならない。この時彼は、艦隊の兵士の間で広まっている自分のあだ名が、あのバウンティアローであることを知ったのであった。ブライは、軍艦、ディレクターの艦長として、 キャンパーダウンの海戦において3隻のオランダ艦、アルクマール、ブリヘードと交戦したが、オランダ艦には深刻な数の死傷者が出たにもかかわらず、ディレクターでは7人が負傷しただけであった。ブライは、1801年4月2日のコペンハーゲンの海戦の時には、ネルソン提督の指揮下にあり、56門戦列艦、グラットンを指揮していた。グラットンは、 試験的にカロネード砲のみを装備していた。戦いの後、ブライは、その勝利への貢献をネルソンによって特に称賛された。彼は、グラットンを、他の3隻の船が座礁したサスの間を安全に、航行させた。そればかりでなく、ネルソンが、パーカー提督の信号43に気づかないふりをして、信号16を掲げ続けたとき、 ブライは二つの相反する信号を同時に見ることができた、戦隊唯一の艦長だった。ブライは、ネルソンの信号の方を中継することによって、彼の後にいたすべての艦が戦い続けることを確実にした。ブライの逮捕ブライは1805年3月に、サージョゼフ・バンクスから、ニューサウスウェールズ総督の地位を提示され、前任総督、フィリップ・ギドリー・キングの2倍にあたる。 年額2000ポンドの報酬で任命された。彼は1806年8月に第四大総督としてシドニーに到着した。そこで彼はまたしても反乱に遭遇する。1808年1月26日、ジョージ・ジョンストン少佐の指揮するニューサウスウェールズ軍が政府庁舎に押し入り彼を逮捕した。彼は軍艦。 ポーパスでホバートに渡ったが、植民地の実験学館のための支援を受けることには、失敗し、1808年から1810年1月まで、戦場で実質的な監禁状態に置かれた。ブライは1810年1月17日に、ホバートからシドニーに戻り、ジョージ・ジョンストン少佐の軍法会議に提出する証拠を集めると、同年5月12日に、軍艦、ポーパスで、 出発、10月25日にイギリスに戻った。軍法会議はジョンストンに許可なく降伏した場合などに言い渡される不名誉状態の処分を下した。まもなく、ブライは1年遡って青色少々に昇進した。そして、1814年にはさらに青色中将に昇進した。ブライはダブリンのリフィ加工のノースブルォー,ールを設計し、 サスの形成によるダブリン港の閉塞を防いだ。ブライは1817年12月6日、ロンドンのボンドストリートで亡くなり、ランベスのセントメアリー教会に葬られた。コードストーンで作られた彼の墓石の上には、パンの木の飾りが付けられている。博物館の一ブロック東側には、ブライの家の記念額が置かれている。ありがとうございます。